operate an extra ferry every 15 to 30 minutes.アートパフォーマーファイターって申します。単純に昔ちょっとだけボクシングをやってまして、その時インファイトだったのでファイターっていう名前でそのままやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってますか？待ってます。待ってますか？ファイターさんお願いします。大変でしたね。緊張の方が出てくるので、あとはこの猿島に来させていただいて、でいろんな中を見させてもらって、それをいかにミックスしてっていうのでこんな感じになりました。島に来た時は曇りだったんですけど、こう中を歩いて散策して、この場所に来た時に青空が広がって、でその青空も、キラキラしてるんですかね、輝いてるように見せたかったので、青のベタ塗りではなくて最初にランチョンマットを使って、空もキラキラしてるような状態から奥に雲をかく、雲、海で、ここまでがこの場所に着いた時の印象、青空と海、それを最初に描かせてもらって、遊歩道なんですけど、苔の生えた壁ですね、レンガだったりとかいろんな部分があったので苔の壁を奥に描かせてもらいました。トンネルを抜けて歩いていくと、たくさんの木々が生い茂っていたり、大きな木のところにツタがたくさん生えてました。で、その木のところも、このせっかく猿島に来たので、そこの部分を中に入れ込みたかったので、大木を描いてツタを這わせるように描かせてもらいました。木が両方から生い茂ってる様でしたので、やっぱり散歩道、としての、まあ、今の部分なので道を描いて両方に木を生やして散歩してる、その猿島の中をある散策している状態をここで順々に出てきました。今の時期花とか咲いてなかったんですけど、きっと春先とか、季節いい時に来るといろんなところで
花がねいっぱい咲いている、そんな情景を。で書いてるうちにどんどん日差しがね強くなってきたので、本当はもうちょっと涼しげな絵を描こうと思ったんですけど、あまりにいい天気なのでね、光が強くなっていき、陰影ですね、光に当たっているところを明度をどんどん明るくしていく。そうすると影の部分と対比ができて立体感が生まれます。虹がかかってその先のところにたくさんの鳥たちが島の中から海の方に飛び立つ。それを描かせてもらって。